はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。3月使った無課金攻略、今回はね、もうメイヤカの方では100キロ憎いねゲットしてて、まああとね3日間もあるので、まあこいつらのね関東と目指したいんですが、まあちょっとサブアカとかねクリアしてないのと、まだね12はクリアしてないので元気ドリンク3個だからね、まあ、なんでまだねちょっとイベント頑張っていきたいんですけど、今回はねこのお祭りコイン100機ね3赤でかなりおはじきクリアしてったので、多分ね12枚ぐらい回せんじゃねえかな。はい、お祭りコイン100機ねたくさん回していきましょう。でこの中にはね今回の特攻も含まれてるので、ぜひね特攻が出てサブアカとかね特にクリアできるようになったらいいなって感じ。おはじきはねとりあえずクリアしたんですけど、あとはね12のお肉いゲットしたいとこですね。はい、じゃあちょっと今回ね3アカお祭りコイン100機回していきましょう。多分12枚かな。よいしょ。これね中身は100機用エンマもいて、リュウタたちもねいて、光天寺シエンマもねいて、暴走エンマもいるんで結構いいやつですね。で一応ね ZZ 前回炎竜出たかな。はい、あとね100機磁場にはもういたり、はい、今回のねあれ今回のヌラリは、あ ZZZ はあでもヤギョウはいるね。ヌラリはいないけどヤギョウはいると。はい、そんな感じなんで、まあ、回していきましょう。暴走エンマもいるのでオロチもいて、キュービーはいないのか、あキュービーもいるね。はい、行きましょう。 Z がいてって感じですね。はい、最低 Z なんでこれね多分3赤で12枚回せるので行きましょう。行くぜ。まあちょっと1枚ずつ行かせていただこうかな。こういうのって5枚一気にやった方がよかったかな。はい、ワイルドボーイ、ワイルドボーイはなんだっけ、タップでデカプリだっけ、妖怪三国志は睡眠でしたっけ。赤カットだと Z 以下なんだよな。お、鹿だ。あれ今回の鹿これレベル6でこの鹿だったよね。さあ3枚目、よいしょ。おお、ドーベルベイダー頼むぜ。 ZZ 来ねえな。よいしょ。やっぱ一気に回した方がよかったかな。おお、白駒。あれ来ないんかな。前回出たけどな、ZZ。赤カットインだ。おお、中央だ。これは三国志。あ、初ゲットだ。中央初ゲット、インの国。妖怪三国志のキャラね、結構、中央持ってたりして。三国志のキャラ結構持ってたような気がするんだよな。あれ？これはオロチ、キュービ、ジバニャン。あ、中央は特にないのか。はい。結構ね、こういう時に S の人持ってる妖怪が、はい、たまに出てくれますけどね。中央は、文中がいい妖怪だったか。はい。別にこれは普通かな。はい、じゃあ、ああ、これあれか。やっぱり S の人あったな。はい、じゃあ2番目いきましょう。このアカウントは、あ、全然落ちないな。100機食いの周回ができてない状態ですね。はい、じゃあ2番目いきます。はい、これは2番目のアカウントで、現在66回の11回ですね。これもね元気ドリンク4個残してて、郵便にね1個あるのでこれで5個、多分これで6発あれば多分倒せるので、これでね12はいけんのかなと思うんですけど、ただそれよりもなんかこの元気ドリンクでYポイント貯めてもう10連
ガシャ回した方が12を倒すよりいいんじゃねえかっていうね、なんかそんな感じはしてきておりますかね。まだ一応お肉がね倒せてないって感じですね。で特攻がヌラリはいると、でヤギョウもいると、でもそれだけだって感じですね。はい、なんでできたらこのコインでジバニャンかキュービかオロチかって感じで、少しでもまあエンマが出てきてもいいんだけどね。はい、ちょっとじゃあ行きましょう。じゃあこれは1枚ずつ回して、最後のね3番目のアカウントは一気に回しましょうか。なんか間があったけどな。新キャラ、おお、サノブレイダスか。これはねおはじき妖怪で復活スキルですね。豪傑は復活スキル多いんだよな。さあこのアカウントね回しちゃって炎竜出たんだよな。あー、なんか出そうなのおお、月の闇か。これは持ってんな。はい、こんな感じですね。まあちょっとまだね、イベント3日あるので、このアカウントなんとかね4500貯めて、まだね3日あるんでね4500貯めてもう10連やってね、エンマと、まあエンマ当てたいね。エンマ当てれば一応11まで倒してあるので、あのエンマのねスキル2を解放するだけでもこのイベント意味があるのかなと思うんでね。はい、うん、なんでエンマなんとか最後ぶっ込めればなと思ってます。なんでこれは Y ポイント稼ぎに使おうかな。それかメインアカウントのお助けかな。はい、メインアカウントはね鬼をゲットしたので12倒したいんでね。ということで、はい、じゃあ3番目いきましょう。3赤11倒してるね。はい、これ3番目のアカウントで62回の11回、これはねフレンドさんありがとうって感じなんですけど、元気力ね2個残してます。でお祭りコイン100機もね、はい、11までいったんで5個ねあるんで、よいしょ、これでね5枚回していきましょう。なんと100キロエンマ、これほんとありがたいな。このアカウントは100キロエンマいるんでね、だから取り巻きさえそこそこ倒せばいけるんだよな。なんで特攻なし攻略をなんとかしなきゃいけないんですけど、はい、ちょっとねやっぱサバーカ火力がないんだよね、いろいろないので。まあだからこのアカウント100キロエンマいるのでいける可能性あるんだよな。さあじゃあちょっとこれは5枚一気にいきましょうか。せーの、ドン。あれ、一緒にやんない方がいいのかなさあ行きましょう。そっか、最初から5枚やっときゃよかったな。ポン、ヌラリだ。ポン、ウィスパー、ウィスリーだっけ。金、うりゃ、あー Z しか出ないのかな。ポン、さあラスト、うりゃ、あーそうか、時間が悪かったかな。はい、ちょっとなんかいろいろやったんですけど、なんかな、そんな感じでした。クシュン、なんかね夢見てたんだけどな、なんかジバニャンぐらい出てくんねえかななんて軽く思ってたら結構ダメだったな。前回ね一応ね、ヤギョウじゃねえ、なんだっけ、炎竜が出たので、まあなんか2枚、3枚ぐらいしか回してなくて炎竜が1体出たんで、まあ3回に1回ぐらい ZZ 出るのかななんて気軽に思ってたんですけど、はい、そんなわけではなかったですね。あー、まあただね一応このアカウント、さっきも言ったけどフレンドさんのおかげもあって、エンマがね復活のスキルをいけるので、なんとかね、はい、次ちょっと、あ、6800だけど Y ポイントあるので、なんとかちょっと2次カップね、2個出るかもしれないんでね。はい、ちょっとガシャ回して頑張れればと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。ちょっとね、ZZZ も出なかったんで、ちょっと残念でしたね。
はい、まあ、皆さんどうだったですかね。よろしかったらコメントで教えてください。ちょっと一気にやったのが良くなかったのか、時間が悪かったのか、はい、とりあえずこんな感じでございます。はい、じゃあすいません、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。結構ね、このアカウントチャンスなんだよな。ただ取り巻きが全く倒せてないけどね。いけるかな。